こんにちは、新州読書会の宮沢です。今日も雑談していきたいと思います。今日は近代日本の知識人の続きを紹介しながら雑談していきます。前回の続きから読み上げていきます。こうして山水人、競輪問答の主人公たちの間にあったような知的共同体の意識というのは20世紀初頭にはすでに急速に失われつつあったのです。まさに再び返することがなかったわけです。これは必ずしもイデオロギーの対立がより激烈になったからではありません。イデオロギーの対立の幅を言うのであれば、大日本帝国憲法発布以前の時代の方がむしろ大きいとさえ言えます。ということです。山水人競輪問答っていうのは、行学紳士と豪傑君と南海先生が、夜通し徹夜で酒を酌み交わしながら国事を論じると。それぞれのイデオロギーは、ラディカル民主主義と軍備全撤廃の絶対平和主義が洋学紳士、豪傑君は、権力政治の立場から大陸に対する軍事的進出の方向に日本の真理を見出すと、まあ、大東亜共栄圏的な、その後の右翼ナショナリズムみたいな感じですね。南海先生は立憲、イギリス流立憲政治バランス感覚、イギリス流保守です。で、この3人が知的共同体を形成しての酒を酌み交わすっていうのが、まあ明治20年代にあったってことですね。しかし20世紀初頭には急速に失われると。それはなぜかというと、イデオロギー対立が激烈になったからじゃないんですよ。それは山水人競輪問答が出た頃の方がイデオロギーの対立は深かったんですけども、これはなぜかと、近代化が進んだからですね。続きです。まあ専門性が高まってタコツボ化したっていうことですね。まあタコツボ理論っていうのは丸山正雄氏が日本の思想でも確か紹介してましたけど、続きを読んでいきます。明治10年代には主権在民論までが堂々と登場したわけですから、むしろ問題は大日本帝国の国内体制が整備され、政治、産業、教育、軍備などいろいろな領域で制度的近代化のテンポが早まるに従って、知識人の社会的流動性はより少なくなったという点にあります。国内が急速に整備されて、知識人の社会的流動性、自由に浮動する知識人というマンハイムの言葉を引いてましたけども、フットワークの軽い知識人というのはいなくなって、みんな所属が決まって、そこでタコツボ的に専門化していくっていう状況が起こっちゃったんですね。で、続きです。つまり講師の官僚制の中に編成された制度的知識人とその外にある自由知識人との間の文化が次第に固定化してしまった。まあ制度的知識人というのは大学とか官僚機構のエリートとか、俺たちですよ、局長部長クラスの官僚、そういう人たち、大学教授とその他にいる自由知識人、まあ福沢諭吉みたいな人が、との間がもう文化っていうか分かれちゃったってことですね。で、固定化したと。で、しかも自由知識人自身がそれぞれ排他的な職業的空間に活動領域を限定する傾向が強くなってきた。そうして他方では異なった領域の知識人が相会し、談論を風発する場、例えばフランス百科全書家の集ったサロンとか、ずっと後でもサンジェルマンデプレのコーヒーハウスとか、あるいはイギリスのクラブとかいう場は一向に発達しません。そこで個々の閉鎖的職場をつなぐ共通の知的言語が衰弱していきますということです。欧米ではそのサロンがあるわけですね。サロンというのは、昨日私2021年の11月27日ですけど、昨日、月と6ペンスっていうサマセットモームの、作品で読書会やりましたけど、まあサロンが、冒頭サロンの話ですよね。ストリックランド夫人という人が出てくるわけですよ。その旦那がいきなり40になって画家になるって言ってね、証券会社辞めてパリに行っちゃうって話なんですけども、奥さんが、まあ、ブルジョアなわけですよ。まあそこそこの小金持ちで、自宅をサロンにして、若手芸術家集めて、まあ、交流させると。社交するってことですね。
で、ああいう場所がサロン的なものっていうのは、インテリがその自分の専門性を超えて集まる場所が、まあ、あった。あれはでも1919年に発表されたので、まあ今のイギリスにそれがあるのかどうか私はわかんないんですけど、まああるんでしょう、多分ね。集まっても、今も。まあロシアでもフランスでもあるんでしょうよ。まあ日本にもあるんでしょうけども、どっかの作家の家に集まる、林真理子さんの家に集まるとかね。池畑慎之介さんちの熱海の別荘に集まるとか、なんか、まあ、俳優とかならありそうですよね。でも俳優は知的サロンなのかどうかちょっとわかんないです。まあ俳優も知的な俳優がね、人集めて交流するっていうのはあるでしょうよ。で、そういう場所があったと。で、それはサンジェルマンデプレのコーヒーハウスというかカフェですよね。あの、パリのカフェの話出てきましたよね。月と6ペンスの穴が、まあ外寒いんですけど、ストーブ焚いて、お椀でカフェボールってやつでカフェオレ飲むんじゃないですか。まあサルトルとかカミューが活躍、実存主義の人たちはね、みんなひげ生やしてずっとハイデガーの話とかサルトルの話とか、カフェでしてんでしょ。まあそういう伝統があるわけですよ。まあその自由知識人が集まって談論風圧する場があるわけですね。私も読書会やってんですけどね、読書会がそういう場になればいいなと思って、やってんですよ。知ってました？知らないですよね。まあでも、実際、会ってやるのは大変なんで、まあいつか会ってやんなきゃ、私もその、いずれはね、ちゃんとそのサロンみたいにしたい。まあでも今オンラインサロンっていうのは多いですよね。でもオンラインサロンっていうのは何かカルト宗教をめいてて、主催者に、崇拝してる人が集まって、私のことを思ってくれる権利を5万円で売るみたいなね、そういうのになっちゃってんで、オンラインサロンっていうのは自由知識が集まってやるわけじゃない。何か人に隠したいものを隠しながら人集めて、なんか、情報商材売るみたいなね、話になって。自分の欠点を隠し寄せてると思う人がオンラインサロンを開いてね、自分の自尊心を慰めるっていうかね、反世間を標榜しながら小さなサークルを自分の欠点を隠しながら隠し寄せてると思いながら崇拝者を集めて金づるにするみたいな、これは自由知識人のサロンと違いますからね。月と6ペースにそのことは批判されてましたけども。で、続きですね。まあそういうコーヒーハウスとか、イギリスのクラブとかいう場が発達しないと、日本では。まあ明治以降発達しなかった。そこで個々の閉鎖的職場をつなぐ共通の知的言語は衰弱していきます。感覚のような古典的教養の共通性が薄れていくこともこれに拍車をかけてやったと言えるでしょう。まあ、消化尊塾ですよね。吉田松陰のは、まあ、申し、吉田松陰は申しに行かれてる人ですから、行かれてるって言い方はねえだろう。申しを尊敬して、申しの古典精読ですよね。私塾開いて、まあ、たくさんの明治維新の志士たちがそこから巣立っていったんですけども、まあ、漢学の古典的教養がサロンを作ってたって、私塾っていうのを作ってたっていう部分があるけども、まあ、儒教的なものも廃れて、古典的教養も薄れていくと。岡本かの子さんのね、職務の中に、啓説、荒木啓説って人出てきますね。漢学の先生なんですよ。でも結局もう漢学が廃れていくから、漢和辞典作ったら当たって人儲けして、贅沢してるって男ですね。それで、その、趣味人、別白を囲い物にして、自分の、家に住まわせるっていうかね、自分が買った趣味の家にね、絶対に座敷、本座敷は使うなって言って、離れで暮らしてろって言って、囲い物にするっていう、家族ごと囲うって話になってましたけども。あれは何か、感覚が廃れたから、緩和辞典売ってお金儲けしたってことになってますよね。まあだから、1920年代には、ああなっちゃってたってことですね。で、20年代、30年代か。あれ、いつ書かれたの？大正時代に書かれたんですよね、あれ。
で、次です。そこに積極的な要因としてのインテリの専門家、技術家が早期から進行したという事情が加わります。これは帝国大学に最初から工学部が設置されていたということによく象徴されていると思います。大学レベルの工学部の設置という点では、日本の大学は模範としたヨーロッパ諸大学より早いわけです。ヨーロッパの大学って、エンジニアリングっていうか、その、なんだ、工学っていうのは、大学の科目に入ってないんですよね。後から入ってきたんですね。まあ、ヨーロッパの大学ってもともとギリシャ・ローマの古典を研究するとか、あとまあ、キリスト教の神学を研究するとこから出てんでしょうけども、東京大学はもう最初から工学部があったわけですよ。ね、なぜかっていうと、帝国大学っていうのは、東京大学も他の帝国大学も、日本の技術的な近代化を、殖産工業を進めるっていう目的で作られてて、もう就職学校なわけですよね。そのテクノクラート養成所なわけですよ。理系といえども。文系は文系で、その、高等文官というか、官僚を育ててるんですけども、工学部はテクノクラートと、国が払い下げした八幡製鉄所がその後今の経産省になってるみたいに、まあ、殖産工業国家払い下げ工場を管理するみたいなエリート養成所として作られてて、それはヨーロッパの大学と成り立ちが違うんですね。技術テクノクラート養成所なわけですよ。ヨーロッパの大学ってテクノクラート養成所じゃないですよ。古典の研究ですよ。おそらくギリシャ・ローマの古典を研究するってとこから、あれギリシャ・ローマの古典を研究するのともに聖書の研究ですよね。そのとこから発達してんでしょう多分。まあオックスフォードとかケンブリッジはね、その数学とギリシャ語ラテン語の勉強が主たる科目であるっていうのは、まあギリシア、そのギリシアのその自由な中っていうのはありますよね。科目が。まあアカデミアっていう、あれがアリストテレスが作ったんだから、プラトンとかアリストテレスがそのアカデミアっていうのを作っていくわけですね。そのソクラテスの哲学から体系化して、なんかその学問体系化していくみたいな延長線上に大学があるんで、そこにまあキリスト教の神学みたいなのも入って乗っかってくるみたいな感じなんでしょうけども、日本の場合はもういきなり工学部を設置して、技術官僚を養成するっていう方向からやってんですよ。で、これはヨーロッパ的なインテレクチャルはそんな工学部がありがたいなんて思わないんで、そこは違うんですよ、多分ね。で、そのことは、そのことに突っ込まないってこの後書いてあるんで、そのことは置いといて、インテリの専門家技術家がもう進んじゃってると。今の大学教育ももうすぐ就職学校になってますよね。大学でプログラミングを教えろとかね、IT を教えろとか言ってんじゃないですか。大学ってそんな専門的なとことか技術的なことを教える場じゃないんですよ、本当はね。で、なおかつ、大学改革するならもう工学部とか全部なくせばいいんですよ。工学部は工学部で企業がね、作ればいいじゃないですか。専門学校。大学は大学で何学ぶんですかね。日本はギリシャ・ローマ文化じゃないですからね。そんなもん習って、ラテン語、ギリシャ語学んだってしょうがないですよね。インテレクチャルになれないですから。だから、ね、日本の大学、かといって論語を学んだって意味ないですからね。じゃ何学ぶんだっていうことになっちゃう。本当に根本的に大学教育が何なのかっていう。問い直さなきゃいけない。まあ、大学って言葉自体がもう儒教から来てる言葉ですね、あれね。学問を収めるってことは、日本人にとって何を意味してんのかっていうこと、根本的な問いを、もう一回考えてみないと、今の大学入試センター試験を変えるとかね、二次試験を変えるとか、そんな問題よりも、大学っていうのは何のためにあるのかと。そもそも必要なのかっていう問題から、近代化がもう終わっちゃったっていうか、もうピークアウトしてるわけじゃないですか、日本なんか。じゃあ、その中で何を学ぶのかっていう問題があると。今のままいくと、単なるインテリの専門家と技術家だけが進んでって、まあ、いるわけじゃないですか、とんでもねえ常識のね、頭だけいいやつみたいなのが、教授みたいなの、
そういう人が専門家技術家のせいで出てきて、そいつら、全く談論風発なんかしないですから、二言目にはすぐ死ねとかね、言いかねない、なんかそういう頭のいい人がいるわけじゃないですか、まずいですよね。誰のこと言ってんだって、誰のこと言ってんだって、いう話ですけど、もう問題になりましたね。大学教授の、なんかその極右発言とかね、差別発言とか。あれはインテリじゃないからですよ。そんなこと言うわけないんですよ。普通自由知識人だったら。ということでした。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。以上です。